休憩前に引き続き会議を開きます。日程第2、各常任委員会に付託した案件のうち選議案件についてを議題といたします。最初に総務文教常任委員会に付託した選議案件について委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長金田純一君。委員会審査報告。議案第23号令和2年度佐渡市一般会計補正予算第17号について、本案は令和2年度佐渡市一般会計予算について規定の歳入歳出予算額からそれぞれ5億3600万7000円を減額するものであります。主な内容は新型コロナウイルス感染症対策として島内経済の回復に向けた対応及び学校教育活動の継続に要する経費を計上するほか、国の補正予算に伴う事業の追加計上並びに事業の確定及び年度内の所要見込み額に基づく事業費の減額であります。審査の結果、原案通り可決すべきものとして決定しました。なお本委員会において付した意見は次のとおりであります。意見1、総括的事項1、この1年間で市民の社会活動、公民館活動、文化活動等が大幅に制限されてきた。今後市民活動の活性化につなげるためにも公共施設等の衛生管理については、施設内の新型コロナウイルス感染症対策を徹底し十分な予防対策に努められたい。また市民に対しては新しい生活様式の実践を促す啓発活動を継続すること。2、本補正予算の新型コロナウイルス感染症対策については、国の地方創生臨時交付金約6億円を主な財源としている。そのうち補正予算に計上された額は1億7308万5000円である。当初予算にも計上されない本省繰越予算の約4億円については、感染症の状況も踏まえながら経済対策も含め市民生活の安全安心につながるような予算にすること。2、2巻総務費、1項総務管理費、6目企画費、佐渡教育コンソーシアム事業について、本事業は市内の高校が発起人となり、佐渡市長の責任のもと企画課が事務局となって佐渡教育コンソーシアムの設立総会が開催される予定である。この組織立ち上げは多様な関係者や大学などと市内の学校とが共同体制を構築することで魅力ある学校づくりを実現するために必要な取り組みであると理解する。今後は主体を行政から民間へ移行させ、事務局を NPO 等の教育を支援する組織に委託するなど健全な体制での運営に努められたい。3、10巻教育費、3校中学校費、2目教育振興費、学校再開に伴う感染症対策、学習支援事業、新型コロナ対策について、本事業は学校再開に伴い、児童・生徒等の感染予防のための消耗品等購入や、校内の消毒作業を委託により実施するものである。審査の結果、市内小中学校の中で、2校だけが委託先が見つからず予算執行されていないことが確認された。早急に対策を講じるよう強く求める。4、10巻教育費、5項社会教育費、4目図書館費、図書館管理費新型コロナ対策について、本事業は図書館利用者への感染予防のための消耗品等購入経費を計上したものである。
これらの施設等では不特定多数の利用者が出入りすることや、図書を直接手に取ることで感染する可能性が高いと思われることから、図書除菌機などを配備することにより利用者等の感染予防に細心の注意を払うことを求める。議案第29号令和2年度佐渡市肉財産区特別会計補正予算括弧第1号について、議案第30号令和2年度佐渡市新旗の財産区特別会計補正予算括弧第1号について、以上に議案は令和2年度の各財産区特別会計について造林事業計画の変更により造林事業費の減額をするものであります。審査の結果、原案通り可決すべきものとして決定しました。以上です。以上で総務文教常任委員長の報告は終わりました。これより議案第23号令和2年度佐渡市一般会計補正予算括弧第17号について、7号について、に関する委員長質疑に入ります。中村義雄君の質疑を許します。中村義雄君。1点目はですね、委員会審査報告書の意見総括的事項括弧1はですね、公民館や体育館などの市民の活動する場における感染症対策を今以上に徹底し活動ができるようにすべきという意見だろうと思われるがどうか。またそのような対策を講じるべき意見なのか。2点目は括弧2、コロナ地方創生臨時交付金が本省繰り越しとして4億円近く残っているが、今後の計画はどのようなものなのか。最後3点目ですけれども、学校再開に伴う支援事業の学校消毒等が小中学校2校だけ委託先が見つからず行われていないのは、このコロナ禍にあって問題ではないかと。どのようなことなのか。必要なら委託せずにでも行うべき性格のものではないかと意見がつけられています。総務文教常任委員会でどのような審査が行われたのでしょうか。答弁を許します。金田総務文教常任委員長。1番からまず説明させていただきます。新型コロナウイルスが猛威を振るってきたこの1年でありますけれども、感染予防策としてさまざまな取り組みを予算化してきたことはご承知のことと思います。多くの市民からご利用いただいている公共施設、例えば図書館や体育館、公民館、集会場などは特に注意が必要となります。3密を避けるなど基本に立ち返って、手洗い、うがい、手指の消毒、換気やマスク着用の徹底など、いわゆる新しい生活様式を確実に実践するように求めているものであります。加えまして、ついたてあるいは換気機能付きのエアコンを設置するとか、あるいは除菌効果の長い薬剤とか衛生用品、図書館除菌機を設置するなど、施設側が対応できる取り組みについて求めているものであります。それらにより市民の方々から安心して利用できる環境を整えるべきという意見でございます。で、次の質問ですが、国の第3次補正予算により地方創生臨時交付金が本市に約6億円交付されることになります。
今回の補正第17号においてその中から約1億7000万円を財源として活用し予算を編成をしています。残っている4億円余りの財源の使い方についてはこの3月中に国に対して佐渡市から計画を示すことを求められているとの説明を受けています。ですからまだ明確なものはありません。議会側からも意見をいただきたいとの説明があったところでございます。次の質問にお答えさせていただきます。2つの学校だけ除菌作業の委託ができず予算が執行されなかったことは誠に遺憾であってはならないものであると認識をしております。この予算はシルバー人材センターへの委託により人材を確保し学校内施設の除菌作業を行うものであります。平日の午後2時頃から4時頃まで毎日約2時間の作業委託として時間単価は約830円との説明を受けました。作業時間が毎日でしかも2時間程度であることから引き受けてくれる方が見つからなかったという説明でございました。今回の清掃等作業委託の予算は6項分でありましたが2項が残念ながら予算未消化となっております。市内のその他の小中学校につきましては県にも同じような制度がございまして県のスクールサポートスタッフの制度という制度の活用によりましてすべて作業が行われていたということでございます。それでですね、8月頃から委託を予定しておったわけですが2項については、委託ができず残念ながら1月頃に断念をしたという説明がありました。私たちの委員からは他の地区から出向くことができなかったのかとか少々経費について余分にかかっても作業を委託するべきではなかったのかという意見が出ました。これは委託の作業ですので委託ができなければ何らかの形で行政側が作業を行うべきだったというふうに考えております。以上です。次に新井真理さんの質疑を許します。新井真理さん。はい、それでは議案第、23号の、これ企画の中にあります佐渡教育コンソーシアム事業についての質問です。この言葉は、今回初めてこの議会で聞いておりまして私もあまり理解していないですし市民にもちょっとよくわからない非常に急に構築された動きのように感じています。で今回は設立総会の経費が盛られていますけれども一体何をするためのこの組織の設立にお金を出すのかこの事業の目的それから誰がというところなんですけれども発起人は市内の高校が発起人と。しかしどんな組織がこの事業に関わりそしていつどのようなこと何をする組織なのかご説明をお願いします。どのように審査されたのかご説明をお願いします。答弁を許します。総務金田総務文教常任委員長。はい、コンソーシアムという言葉はまず最初の審査の時に皆さんこれは何のこっちゃということで質問がありましたがちょっと調べてみますとコンソーシアムというのはお互いに力を合わせて目的を達成する組織や人の集団共同作業体などという意味だそうでございます。この事業のことの発端から説明をいたしますとまず文部科学省の事業で地域との共同による高校教育改革推進事業というものがあります。これは高校と自治体、大学やその他教育機関、産業界などとの連携、
つまりコンソーシアムにおいて高校の機能強化を図る取り組みであります。コンソーシアムという言葉はここから出てきたのではないかというふうに思います。この国の事業に対して、市内の羽持高校と佐渡総合高校が今年度応募をいたしました。採択はされませんでしたが、両校ともアソシエイトという、準採択の評価をいただいたというふうに説明がありました。それによりこの2つの高校から佐渡地域としてこの教育コンソーシアム事業を展開してほしいとの要望があったというふうに説明を受けています。くしくも昨年6月には佐渡中等教育学校を募集停止するというふうな報道がなされたことから、高校の特色化を図り県へ進言し存続を目指すべきということからも佐渡市も関わって市内4つの高校の特色化と島留学について、また地域共同と大学連携についてワーキンググループを立ち上げ協議をしていこうというものでございます。この3月17日に設立総会を行う運びとなっておりますが、参画団体としては学校側として佐渡市小学校中学校校長会、県立高校校長会佐渡地区理事校、地域の団体として佐渡連合商工会、佐渡青年会議所、佐渡工業会、県建設業協会、佐渡観光交流機構、大学は新潟大学、新潟工科大学、大正大学、行政については新潟県佐渡地域振興局、佐渡市、佐渡市教育委員会というふうになっております。これで1回目のお答えとさせていただきます。新井真理さん。本当に急に構築されるものなのに、それだけたくさんの組織が関わっているということを非常に驚きました。元市長のこの施政方針の中にはこの佐渡コンソーシアム設立するということは書いてあります。でこの中では小中も関わっているし、子どもたちにも関わってもらうなど、そういったようなこと、この時代のニーズにはこういうものあるんだろうなと思うんですね。ただ今回ちょっと不思議なのは、発起人が、今お聞きしますとアソシエイトという形なので、この事業そのものに文科省が、佐渡もと言ったというよりは、アソシエイトという形なので、どこまで形になるのかちょっとわからないですけれども、その発起人の呼びかけによってこの佐渡市長が責任を持ってやると、で企画課が事務局だと、そうすると、今回設立総会には80万円お金を出すということなんですけれども、佐渡市には一体何の権利があって何の義務がこう発生しているのか、ちょっとそのあたりはこれなぜそこに佐渡市の市長が責任を持ってお金を出しながらやるのかというご説明なんでしょうか。答弁を許します。金田総務文教常任委員長。まず今回の補正予算に計上されている金額は8万円でございます。でその8万円については大学の関係者、当該からおいでになる皆様方の旅費に充てるという説明を受けております。それから先ほど委員の方から、佐渡市がどこまで関与するのかという話がございましたけれども、立ち会いについては佐渡市が関与するというふうなことだと思います。この国の制度につきましては行政がしっかり関与するようにというふうなことを示してありますけれども、これは佐渡の教育コンソーシアムなので、私たちの委員会としては、早めにその民間なりそういう団体を組織して行政の関与をなるべく薄めるようにということで、先ほど意見にも載せさせていただいたというところでございます。最初の答弁にはちょっと控えましたが、今は一番最初には小さく立ち上げて徐々にその効果を発揮しながら、違うワーキンググループもできればいいなというふうな方向性というふうに伺っております。
メインは今のところ最初は高校がメインですが、その成果が上がってきたならば、その小学校中学校についても、考えていきたいというふうな説明を受けております。以上です。荒井真理さん。これ一般質問でも、通告しておられる方もいらっしゃるので、おいおい分かるのかなと思うんですが、文部科学省のプロジェクトでありながら、教育じゃなくてその市教委じゃないっていうのはちょっと不思議だなと思うんですね。つまりこれは教育の中身そのものじゃなく、でも教育であると、この辺はどう理解したらよろしいんでしょうか。答弁を許します。金田総務文教常任委員長。教育という、総合的な教育だと思うんですが、そのコンソーシアム、要するに、最初お話した通り、学校と産業界あるいは大学、地域、そういうふうないろんな団体が集まって佐渡の教育をどうしようか、要するに先ほど島留学というお話もしましたけれども、どんどん子どもたちが少なくなっている中で学校の存続も厳しいと、なんとか外からの子どもさんたちに来ていただくような取り組みについても、この組織を作りながらその特色ある学校を作っていって、4つの高校が存続できるような取り組みをしていこうという考え方であるというふうに認識しておりますし、教育とまとめて言えば教育をなんとかそういう形で推進しようという考え方なんだろうというふうに思っております。次に上杉一子さんの質疑を許します。上杉一子さん。はい、それでは、伺わせていただきます。ワクチン接種等については市民の関心が最も高いことだと思います。因果関係は評価不能というようなことでしたが、ワクチン接種した60代女性が死亡したというようなニュースもあり、市民の方々は少しでも情報を得たいと思っているのではないかと思って、伺います。まずワクチン接種体制はどのような状況にあるのか、どういうような説明を受けたのかをお聞かせください。答弁を許します。市民公正常任委員長山田信之君。はい、上杉議員のご質問にお答えをいたします。市民公正常任委員会では令和2年度補正予算第17号の予備審査ということで、ワクチン接種体制確保事業、これにつきましては来年度に行うということで、債務負担行為として1億1248万4000円、これは委託料をお願いするということで、事前に契約の必要がありますので債務負担行為という形で設定をしたということです。で、残りの繰越免許のうち残りの1051万1000円につきましては、残りの備品であったりシステム改修であったりそういった経費になりますが、これも繰越免許ということで来年度に繰り越すということでございまして、来年度当初予算にもろもろのワクチン接種の事業費が計上されているということでございます。ですので当委員会としましては当初予算で本丸の事業費が盛り込まれているということで、そこで審査を行うということでございまして、今回の選議案件に対しての具体的なワクチン接種の中身については審査を行っておりません。以上でございます。上杉一子さん。当初予算で、しっかりと審査するということですが、やはり市民の関心がやっぱ今結構高いっていうところもありますし、また今回補正で挙げられていて、そしてまたそれが、当初の方で反映されていくというふうにつながっていくということもありますので、個人的な意見になるかもしれないんですけれども、やはり何らかの審査をすべきであった、審査があってもよかったのかなと思っておるのですが、すいません、その辺のところ、また当初予算での審査を期待しております。答弁はいりませんか。
よろしいですね。次に中川直美君の質疑を入りします。中川直美君。なんかデキゼレスみたいな質疑ですが、ここは真剣にいきたいと思います。ですね、産業経済異常任委員会はいつもあれ何ですか、いつも意見をつけてるのに今回意見がついていないということでお尋ねをするところであります。言うまでもありませんが、今回の補正予算は例年の補正予算3月の決締め予算とは違って15ヶ月予算という枠組みです。先ほどのワクチンもありましたが、これと本体を対して一体を成しているものであります。そういう点では審査は極めて、慎重にやらなければいけないし重要だなと、冒頭の本会議の時に委員会でしっかり審査するから大丈夫だと言ったのでお尋ねをしたいと思います。国はその国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策ということで、当面必要なコロナ予算は全部盛り込んだっていうのが説明なんです。で、ね、そこで、まあ、佐渡の場合は感染流行地域ではありませんが、島根県知事のオリンピックの成果の話じゃないですが、東京は流行してるけど、じゃあ流行してないとこ疲弊してないのかったら、やっぱり疲弊してるというのが今の実態だというふうに思うわけであります。またこの間新潟では豪雪、佐渡も大雪が降ったし風が吹いたと、そういう意味でもいろんな被害も起きているわけでありますが、で観光関連だけでなく飲食店など深刻な個人地域経済の問題もあります。でそういう点ではどのような審査がなされたのをお聞きをしたいというのが1点目であります。2点目は市長も今日の代表質問でも答弁をしていたようですが、観光滞在型、観光促進事業です。地域通貨を使いオンライン予約による宿泊ポイントバックの対象事業数みたいなものはあるんだろうというふうに思うんですよね。でこれまでの効果も含めてどのように見込んでいるのかお尋ねをしたい。3点目です。住宅リフォーム助成です。いわゆる全国的にもコロナの関係の中で住宅リフォームやってるところも結構あります。で私も大いに取り組んだということなんですが、従来で今回の、佐渡の住宅リフォームはいろんなバージョンがある。3世代のバージョンもあったり、いろんなバージョンにて、何回目になるのかよく分かりませんが、今回の場合は市長の施政方針の柱でもあるように子育て世帯には上限を上乗せするというふうになっているんですが、詳しくどのような中、今までと違ってどのような中身になっていて、これこの金額を逆割りすれば大体出るんだけど、大体何世帯どのぐらいっていうような計算をしているのか教えていただきたいと思います。答弁を許します。産業建設常任委員長駒形信夫君。はい、それでは中川直美議員の質問にお答えをさせていただきます。まず1点目です。今回の補正予算では経済対策としての滞在型観光促進事業および住宅リフォーム支援事業、こういったものが提案されております。また国の第3次補正予算によって県営農業農村整備事業や道路メンテナンス事業などのハード面の整備も計上されてきておりますので、これらのことを踏まえて一定の対策が行われておるという委員会では判断をしておるところでございます。また積雪に関して暴風のこともありますが、特に、委員会と意見とすると除雪の依頼先が不明確である連絡体制の構築や集中を求めるというもの、それから特に除雪道路の除雪は優先ですが、いわゆる通学路、子どもたちがいる通学路の除雪が不十分である、これらの対策をしっかりと講ずるべきだというご意見がございました。また暴風関係については農業関係でパイプハウス等の被害がいくつか出ております。これらについては JA を通じて共済組合との対応を調整していくと
という話がございました。まあ、以上であります。それから、滞在型観光の事業効果ということでございます。まあ、この事業は、まあ、佐渡丸クラブの会員で、島内宿泊施設に1泊5000円以上で利用すると、まあ、5000ポイントから最大3万5000ポイントのダッチャコインが付与されるという、まあ、事業であります。この事業市内でダッチャコインが使える事業者数、これは146施設で1万5000人の利用を見込んで、予算計上しておるということでございます。でこういったものは、まあ、当該でしか使えないということで、特に、今までのものと違うのは、まあ、島内市内の、経済循環に、しっかりと寄与するものに、なっているということでございますので、了としたものです。それから住宅リフォーム事業ですが、3番目、まあ、これは従来と違って、特に子育て世帯に特化したものでございます。で、補助の上限を10万円、引き上げるものであります。で過去に、まあ、リフォーム事業を行った人もおりますが、今回は過去にリフォーム事業を実施した方も再度対象ということでございます。で前回の住環境整備、事業等の補助額は上限30万でありましたが、今回は上限20万から、要は事業費の5分の1の補助ということで、執行部の説明がございました。以上です。件数も聞いてます。480件を見込んでおります。中川直美君。はい、それでは分かりやすいのに、下の住宅リフォームの関係の方からお尋ねします。ここに載っているのが、産業経済のこの前の住宅リフォームのやつで、例の水道の下水道の新規接続するとうんぬんということで、以前ので言いますと、30万円が基本、そこに3世帯が同居している場合は10万円上乗せで、さらに下水道をやると10万円ということで、トータルで最高額が50万円になるということなんだけど、で、前回の場合はこの、まあ、経済状況もいろいろあったけど、その今回は前やったのもやれるということなん、受けられるということなんですが、この深刻な状況の中で、前回は市税等の滞納のない方に限られて、でまたで子育て世帯という概念、定義はどういう定義なのか、つまりおじいちゃんおばあちゃんいて、若夫婦がいて、もう一人いて、たまたま18歳がいる大家族でも子育て世帯なのか、その辺の定義、要項ではどんなふうになってますかねということをお尋ねをしたいのが1点目です。2点、でそれと一番最初に書いておきましたが、今回雪もあったし暴風もあって屋根が飛んだみたいなのも結構あります。で春まで待ってるっていうのもあるんですが、そういった方が優先されるような要項になってるのかどうなのか、要項上どうなってるのか教えていただきたいというふうに思います。2点目ですが、代表質問、午前中の代表質問でも、渡辺市長が就任してからコロナの対応が大変だったと、そんな中で国県の上乗せで効果を上げてきたという代表質問された方いらっしゃいましたが、今回初日にも言ったのに、県が結構いろんなものやってる、ぜひ私はそこに上乗せをすべきだったんじゃないかなっていうような気がするんです。で特に、これまでは酒類等を提供する飲食店っていう言い方はもうその突破して飲食店ということで、いわゆる夜の酒場っていうことなんだけど、そこにでもやれるようになってるっていう。で2月17日時点では、継続事業継続支援パッケージ約51億円ということで、1、2、3、4つの新規事業を出しているわけで、まあ、もちろん予算の編成と間に合わなかったというのもあるんだと思うんですが、その辺はどのように審査をされたのかお尋ねしたいと。で災害との関係でいうと、地産感知が多い佐渡ですから、
雪があるうんぬんちと山へ上がれない、もう粘土が変わって山へ上がってみたら、あら木が倒れてるじゃない、あの乗り面が崩れてるじゃないっていうのがよくある話なんだけど、そういったものは私やっぱりこういった時だからこそ対応するような考え方を持たなければならないというふうに思うんですが、そういった審査や意見はありませんでしたか。答弁を許します。駒形産業建設常任委員長。まずはその住宅リフォームの件でありますけれども、これについては前回は中川議員が指摘しているのは佐渡市の住環境整備支援事業だと思います。これは3世代であったり高齢者の居住住宅の支援であったりということである。で今回要は18歳未満の世帯が全部対象だということでございますので、前回の支援しているとこも同じ対象になりますよということでございます。それから観光飲食店関係ですが、これはいろいろあると思いますが、その特にその委員会とすればその脱茶会等を利用しながら経済効果があるという見方をしておりますので、それ以上のものはな、突っ込んだ話はしておりません。それから最後は災害関係ですか。災害関係については特に、そういった説明もございません。審査をしておりません。中川直美君。これで最後ですが、ぜひなんかいい審査の状況があったようなんで、以前の産業経済委員会は嫌なほど意見つけてたのに、新しいメンバーになって意見つかないので、ぜひそういった意見もやっぱりそれなりにつけていただくと分かりやすいのかなという思います。そこで一つだけ、住宅リフォーム450件とかとおっしゃいましたが、480件とおっしゃいましたが、ちょっとさっき言った子育て世代が優先されるということはなんですね。横上はどのようになってるんですか。横はあったんですか。答弁を許します。駒形産業建設常任委員長。ですね、要項については作成中ですと、そういう説明がありました。これは本来ですとそんなことはまかりならんということですが、今回の場合についてですね、特に建設課長からは内容について、しっかりと説明を受けたわけです。そういった面で、実際の要項はありませんが、そういった中で、量とした今回3次補正からの時間、というのが非常に なかったということも考慮して、本来は遺憾のことですが、今回はそういうことをに了解をしたということでございます。ご理解いただきたい。以上で議案第23号に関する委員長質疑を終結いたします。これより議案第23号、令和2年度佐渡市一般会計補正予算確保第17号についての採決を行います。本案の採決は起立により行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。本案は原案の通り可決されました。
次にただいま議決いたしました議案第23号を除く総務文教常任委員会に付託した選議案件について採決を行います。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告の通り決することに合意ありませんか。異議なしと認めます。よって法案は原案の通り可決されました。次に市民公正常任委員会に付託した選議案件について委員長の報告を求めます。山田市民公正常任委員長。委員会審査報告。本委員会の委託の事件は審査の結果次の通り決定したので会議規則第109条の規定に基づき報告します。議案第24号令和2年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算第6号について、本案は令和2年度佐渡市国民健康保険特別会計予算について規定の歳入歳出予算額にそれぞれ3,498万3,000円を追加するものであります。主な内容は一般被保険者にかかる保険給付費の減額であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。議案第25号令和2年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算第4号について、本案は令和2年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算特別会計予算について規定の歳入歳出予算額からそれぞれ1,924万2,000円を減額するものであります。主な内容は保険基盤安定負担金の確定に伴う後期高齢者医療公益連合納付金の減額であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。議案第26号令和2年度佐渡市介護保険特別会計補正予算第5号について、本案は令和2年度佐渡市介護保険特別会計予算について規定の歳入歳出予算額からそれぞれ535万円を減額するものであります。主な内容は新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免及び地域支援事業の実績見込みに伴う減額であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。議案第27号令和2年度佐渡市歌城の里特別会計補正予算第3号について、本案は令和2年度佐渡市歌城の里特別会計予算について規定の歳入歳出予算額からそれぞれ445万円を減額するものであります。主な内容は一般管理費の人件費の減額であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。議案第28号令和2年度佐渡市健やか流通特別会計補正予算第3号について、本案は令和2年度佐渡市健やか流通特別会計予算について規定の歳入歳出予算額からそれぞれ756万5千円を減額するものであります。主な内容は一般管理費の人件費の減額であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。議案第31号令和2年度佐渡市病院事業会計補正予算第5号について、本案は令和2年度佐渡市病院事業会計予算について収益的支出収支では収入の予定額に707万3000円を追加し、支出の予定額から4282万1000円を減額するものであり、資本的収支では収入の予定額に2065万5000円を追加し、支出の予定額から115万3000円を減額するものであります。主な内容は患者数及び薬品診療材料等の実績見込みに伴う減額並びに新型コロナウイルス感染症関連の補助金の増額であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。以上であります。
以上で市民厚生常任委員長の報告は終わりました。これより市民厚生常任委員会に付託した選挙案件について採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告の通り決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって法案は原案の通り可決されました。次に産業建設常任委員会に付託した選挙案件について委員長の報告を求めます。駒形産業建設常任委員長。委員会審査報告。本委員会に付託の事件は審査の結果次のとおり決定したので会議規則第109条の規定に基づき報告します。議案第32号、令和2年度佐渡市水道事業会計補正予算括弧第4号について、本案は令和2年度佐渡市水道事業会計予算について収益的収支では収入の予定額に3億6425万7000円を、支出の予定額に2億1082万4000円をそれぞれ追加するものであります。また資本的収支では収入の予定額から6759万2000円を、支出の予定額から4392万3000円をそれぞれ減額するものであります。主な内容は有形固定資産減価償却費の減額および可燃度の損益修正に伴う増額のほか、施設改良にかかる他事業との調整による工事受け負い費の減額等であります。審査の結果原案通り可決すべきものとして決定しました。議案第33号、令和2年度佐渡市下水道事業会計補正予算括弧4号について、本案は令和2年度佐渡市下水道事業会計予算について収益的収支では収入の予定額から1557万7000円を減額し、支出の予定額に4561万3000円を追加するものであります。また資本的収支では収入の予定額に8427万5000円を、支出の予定額に8411万3000円をそれぞれ追加するものであります。主な内容は国の令和2年度第3次補正予算による汚水環境工事費の増額等や年度内の所要見込み額の算定に基づき経費の調整を行うもののほか、開始対策対象表の修正を行うものであります。審査の結果原案取り可決すべきものとして決定しました。以上であります。以上で産業建設常任委員長の報告は終わりました。これより産業建設常任委員会に付託した選挙案件について採決いたします。法案に対する委員長の報告は可決であります。法案は委員長の報告の通り決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって法案は原案の通り可決いたしました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次の会議は8日午前10時から一般質問を行います。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。